I hear you っていう本。ね、これマイケル S ソレンソンが書いた本で、本当に短くて簡単な本なんだけど、彼が言っていたコンセプトを僕がクリスなりにまとめて、会話の3つのステップ、The Three Step Rule っていうのを作ったので、これを紹介できればと思います。この3つのステップを使うと、心理的にあなたは人から好かれちゃうような人に変わってしまうんですよ。Hey guys! 今日はね、人から好かれる方法を紹介できればと思います。本当にね、やっぱり世の中で人から好かれるっていうのは大切なことなんだよね。本当に僕は心理的に人から認められる、人から愛されるっていうニーズがあると思う。で、今日はどうやったら人から好かれるのか。この方法をマスターすると、もう本当にね、人生で人間としての信頼性が上がる、人から好かれるようになっちゃいます。本当にね、これ見る、聞くだけで人から好かれるようになっちゃうので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。Alright, so let's start. でね、ちょっとね、僕ね、質問があるんですよ。ね。どうやったら人から好かれるようになると思いますか？ Let's think about this.ね、よくね、これね、あんまり考えないんだけど、普通の場合はなんかようわからないんだけど、ね、なんかお金があったら人から好かれるんじゃないか。ね、お金があったら人から好かれるんだって思ってる人いますか？このね、このために自分の人生を努力して、人から好かれるためにお金を稼ぐっていうのは、すごい大変なことになっちゃうと思うんだよね。これよくわかるよね。で、お金を持っている人、ね、と、またはお金を持ってた時があった時とか、ね。人から好かれる理由が自分がお金持ってるからかっていうふうに勘違いしちゃうんだよね。だから本当に自分ではなくて、自分がある立場にいるから、自分が何かを持っているから人から好かれるんだっていう間違い。ね、このような人生は生きたくないので気をつけていこう。じゃあね、次のポイントは、ここ日本の方にはこれよく気をつけていただきたいんですけれども、特に昭和大正ね、明治とかのね、江戸時代の考え方なんだよね。偉い人は人から好かれるんだ。偉い人は尊敬されるんだっていうことなんだよね。で、これは立場だよね。社長だから俺の言うことを聞けって。男だからお前女だろ？俺の言うことを聞け。ね、お前女性だろとか。ね。先輩だから。ね、俺有名だからとか。ね、そうやったら人から好かれるんじゃないか。人から認められるんじゃないか。これも大間違いだよね。ね、偉いから人から好かれるかって言うと全然違うと思うんだよ。ね。じゃあ、外見はどう？ね、これよく新宿の歌舞伎町とかに歩くとね、いっぱい外見が綺麗なんだよね。これ外見、いっぱいそこにエネルギーを使ってるわけよ。ね、なんでやねんって言って、もう中にはそれ商売だからっていう人もいるんだけど、ね。でも本当に、これ特に若い子たちはよく気を使っていただきたいんだけど、自分の外見が素敵だから人から好かれるかっていうとこ、そうじゃないわけよ。そこじゃないんだよ。だから、どこに自分のエネルギーを使うかっていうと、外見をきっちりするっていうのも大切なことなんだけど、ね。外見がすごい綺麗だから、美しいから、人から好かれるかっていうとか、そうじゃないでしょ。それは誰でもわかるよね。じゃあ、どこなの？ね。じゃあ、ちょっと、これはどう？厳しくしたら人から好かれる？そんなことないよね。怖かったら人から好かれる？まあ意外とね、これスポーツ系のね、軍隊とかね、スポーツ系の人たちは、こうね、空手とか意外とね、リスペクトされるっていうのはあるんだよね。でも全てがそうかっていうことではない。じゃあどう？優しくされたら人から好かれますか？ね。優しくして何でも言う通り、ある人の社長の言う通り、彼女の言う通り、彼氏の言う通り、旦那さんの言う通り、ね、奥様の言う通り、子供の言う通り、ね、その人の言う通りにやってたら好かれると思いますか？好かれないんだよね。舐められるんだよね。で、自分がやりたいこと、自分が言いたいことを言えなくなっちゃって、この恐怖の世界の中で生きていくっていう人生になっちゃうから、これは要注意。優しいから人から好かれるっていうことではないんだよ。じゃあ、どうやったら人から好かれるんだろう？今日はね、僕ちょっとね、本が大好きなので、この間読んだ、I hear you っていう本。ね、これマイケル S ソレンソンが書いた本で、本当に短くて簡単な本なんだけど、彼が言っていたコンセプトを僕がクリスなりにまとめて、本当にね、この会話の3つのステップ、3ステップルールっていうのを作ったので、これを紹介できればと思います。Alright. どういうことかっていうと、ね、人から好かれる人は絶対この3つのステップを使っている。まあ似ているようなステップを使っているっていうことなんだよね。で、最初は You listen, and then you acknowledge, and then you give your feedback. This three step. So これを日本語にするとどういうことかっていうと、まず最初に会話の時にね、相手の話をまず最初に聞いてあげる。で、次はその意見を認めてあげる。納得しなくていいんだよ。同見しなくていいんだよ。わかる。でも認めてあげてるわけよ。尊敬して認めてあげる。で、最後にそれについて自分の意見をフィードバックするのね。この3つのステップを使うと、心理的にあなたは人から好かれちゃうような人に変わってしまうんですよ。ね。どういうことかっていうと、ちょっとね、じゃあね、人から好かれない人の会話の場合をちょっと説明したいと思います。Alright, so this is an example of people who are not liked by others. Okay, so let's do it. どういうことかっていうと、例えば家庭の場合ね、お母さんの場合、人から好かれないお母さんの場合、まあ、疲れてるお母さんは、ごめんね、悪気じゃないで、ちょっとね、説明するためにね、子供がね、お家に帰ってきて、ママ、今日〇〇があったんだ、今日何々君にいじめられちゃったんだよ、大変だったんだっていうわけよ。ね、疲れてるお母さんはもう赤ちゃんもいて、あなた早く部屋片付けなさい。あなた早く宿題しなさい。もうあんたそんなもん、部屋片付けないからしっかりやらないからいじめられるのよ。もうね、よくあるパターンです。マジ、これよくあるパターンです。ね、じゃあ、会話の3つのルール、覚えてるかな？最初は聞いてあげる。次、認めてあげる。最後、自分の意見、フィードバックをするっていうことなんだけど、どうだろう？ね、ママ、今日これがあったんだ！あなた、早く宿題しなさい！聞いてあげてますか？子供の意見。ブブー、聞いてないよね。聞いてないよね。子供の意見を認めてあげてますか？尊敬してる？ブブー、尊敬してないのよ。どういうことかっていうと、自分の意見、あなた早く宿題しなさい。あなた、部屋片付けなさいって。わかる？この、3つ目のステップにジャンプしちゃってて、最初のステップ1とステップ2をやってないっていう状態なんだよね。OK、じゃあ仕事の場合はどうだろう？ね。仕事で若者が部長にあるアイディアを提案するっていうエグザンプルにしましょう。部長、このアイディアがあるんです。どう思いますか？このアイディアどうですか、部長？ね。部長は何て言います？ね。お前、そんな暇あるんやったら名刺交換ぐらい学べや！お前、言われたことやれ！お前、そんな暇あるんだったらメール早く返すようにしなせんといかんぞ！わかる？これ、マジ、よくあるケースだと思うんだよね。まあ、よくあるケースかようわからんけど、僕がサラリーマンやってた時はよくあるケースでした。Alright。じゃあ、これはこの3つのステップで使ってるかっていうのを確認しましょう。部長！このアイディアはどうでしょうか？そんな暇ならこれしろ！ね。ね。最初のステップ。聞いてあげるっていうことやってますか？聞いてないんだよね。まあ、ちょっとギリギリ聞いてるかもね。そんな暇があるんだったらって聞いてるかもしれないんだけど、よく考えると聞いてません。ね。その若者、その部下の意見、その人を尊敬してますか？認めてあげてますか？その人の意見。認めてない。最後にどうなってるかっていうと、ここもまた、3つ目のステップ、意見を伝えるっていうステップにジャンプしちゃってるよね。おい、お前そんな暇あるんだったらこれやれって。ね。自分のフィードバックをしているわけよ。ね。じゃあちょっとね、なぜこの3つのステップが大切なのかっていうのを説明するんだけど、普通の会話の場合ね、普通の会話、これぜひね、みんなの周り、自分がどう話しているのか。そしてみんなが誰かに意見を伝えるとき、自分の大切な思いを家族に伝えたり、彼女、彼氏、パパ、ママ、親、子供、ね、仕事で伝えるときにどうなってるかっていうと、多分 90% 以上の場合は自分の意見を他の人が聞いてない。認めてない。で、何が起こっているかっていうと、相手のフィードバックがいきなり来てるっていう状態だと思うんだよね。Okay, this is no good. これを変えていこう。で、なぜこれを変えないといけないのかっていうと、心理的に人間には認められたい。ね、これをね、ある言葉に変えると、愛されたいっていうニーズがあるんだよね。これはニーズなんだよ。わかる？ニーズっていうのは自分で選ぶことじゃないんだよ。It's, you're born with it. 生まれた時からあることなんだよね。ね、愛されたい、認められたいっていうニーズがあるわけよ。じゃあ、どういうことかっていうと、人から好かれたいんだったら、相手の話を聞く。相手の意見を認める必要があるのね。これは必要なわけよ。で、この相手の意見と納得しなくていいわけよ。ね、部長、こうやったらうまくいくと思うんですって言って、いや、それ本当にうまくいかないって知ってたら納得しなくてもいいんだけど、あ、そうなんだ。こういうアイデア、それ結構よく考えたね。って言ってあげて、認めてあげる必要があるんだよね。じゃあね、これを Let's flip it and let's talk about 人から好かれる人の会話の場合を説明していきたいと思います。Alright、じゃあちょっと考えていこうよ。ね、じゃあ最初のね、家庭の場合。ママ、今日、ね、ジャイアンにいじめられたんだ。大変だったんだよ。今日〇〇があったんだよ。って。ね。ね、優しいママ、人から好かれる人気のママは、どういうふうに断ると思う？ Step 1! Right? What's step 1? 聞く。聞いてあげる。あ、ごめん。ストップ、スキップした。丸々があったの？あ、そうなの？あ、ごめん。バグっちゃった。ごめん。ステップ1、聞く。OK。丸々があったのって言って、まずは、その子の話を聞いてあげます。Alright. で、step 2。ね。認めてあげるの。その人の感情を考えて、ね。その子がどのような感情を感じたのかっていう感じで、それ大変だったんだね。いじめられたんだ。それ大変だったんだね。とか。あ、そんなことがあったの。それは面白いね。とか。ね。認めてあげる。step 2。で、step 3。ね。自分のフィードバックだよね。やっと、この最初のステップが終わったら自分の意見を伝えるわけよ。ね、じゃあ、いじめてる場合は次からはこうすればいいんじゃないとか、ね、こういうふうにやればいいんじゃないって、このトピックについて自分の意見を伝えるわけよ。ね、So I want you to notice, I didn't say, hey, clean your room. ね、僕は、ね、ここであなた部屋片付けなさいって入れてないわけよ。ね、ちゃんとね、こういう宿題やりなさいって。なんでだと思う？なぜかっていうと、それは別のトピックなのね。それは別の時間にお話しすることなわけよ。その子が言っていることは、こういうことがあったんだ。あ、そうだったんだ。大変だったんだね。そりゃそうだよねって認めてあげる。で、それが終わったら、ね、ちょっとお願いがあるんだけど、ね、私今忙しいから、ちょっと食事作らないといけないから、その間に自分の部屋を片付けてくれないかなっていうわけよ。ね。そうしたら喜んでやってくれると思うんだよね。なぜかっていうと、その子を認めてあげているから。Alright. じゃあね、次は仕事の場合はどうなるかっていうことで説明していきましょう。ね、若者が、部長、このアイデアがあるんですよ。ね。例えば、ね。150文字で自分が思っていることをネットで伝えられるサービス。で、なんかツイって言って、ツイッターって呼んでもいいんじゃないですかって。ね、これを日本の会社だったらお前何言ってんだ、そんな暇あるんだったらちゃんと名刺交換やれって言って、もうその時にビジネスにつながるクリエイティブなアイデアが止まっちゃってるっていうのが本当に日本の会社ではよくあると思うんですよ。ね。だから本当に自分の部下、自分の会社の中でね、自分のスタッフを、ね、もっと、なんていうのかな、もっと使いたいっていうか、もっと効率を上げたいっていうんだったら、絶対その人の意見を聞いて認めてあげた方が僕はいいと思うんだよね。Alright. じゃあね、部長、このアイディアどうでしょうっていうわけよ。Alright. Step 1. 相手の話を聞いてあげる。おー、〇〇のアイディアか。こういうことか。ほうほうほう。ステップ2、認めてあげる。それは結構いいね。とか、よく考えたねって。ステップ3、自分の意見を伝える。まあここでこうなるとこうなるんだよっていうことにもいいんだけど、まあこの例の場合は、会社のために考えてくれてありがとうとか、こういうふうにやるともっと良くなるんじゃない？これはこうなんじゃないかなっていうわけよ。わかる？だからまず最初に、ああ、その人の話を聞いてあげて、認めてあげて、最後に自分のフィードバックを言うわけよ。ね。And you notice that ここで僕は、お前、名刺交換学べよとか、ね、メール書けるようになれよって言ってないわけよ。わかる？それはまた別の場所でやることなんだよね。それ別の時間、別の時に説明することなんですよ。Alright。だから今日のポイントはね、人から好かれたいんだったらすっごい簡単なの。あなたは何を自分の人生の中で自分が行動するとき、自分が何かを発言するとき、何を優先順位にしてる？ね、あなたは自分のためを思って行動しているか、相手のことを思って行動しているかっていうことなんだよね。で、これからの時代は、ね、本当に幸せになりたい、人から好かれたい、仕事もうまくいきたい、ビジネスもキャリアもうまくいきたいんだったら、ね、恐怖を手放して、愛を信じて、愛を選んでいく時代。ね、本当に今からは愛を優先することによって自分の幸せ度がめちゃくちゃアップします。ね、さっき言ったように、ね、愛が欲しいからお金を稼ぐ。ね、愛が欲しいから認められたいから偉くなる、ね、認められたい、好かれたいから外見を変えていく、ね、そういう時代はもう終わりなのよ、ね、今いろんな時代でもう本当に大変なことになってるのね。本当に今世界中に、ね、コロナウイルスもあったりとか、ね、本当に今シリアとかからヨーロッパに逃げてる難民の方がもう何万人いて、今世界がめっちゃくちゃ大変な時代なんだよね。でこれを直していく時代なんだよ今は。だから自分が何ができるかっていうと、愛を選んで生きていく、人のことを考えて、もちろん自分を大切にすること、ね、自分の心、自分のハートを大切にして、相手のことも大切にしてあげる。そうすると絶対新しいビジネス、新しい売り上げはそこなのよ、ね、相手のことを考えてあげている会社は絶対うまくいくわけよ。わかる？もう物の時代は終わりなのよ。物100均があるわけよ、ね、どんなにいいもの作っても100均が入ってくるから、でその違うわけよ、ねね、自分のビジネスで競合相手は何やってんのって、サービスサービスサービス、相手のことを思ってあげているところにお客さんが集まるわけよ。それは愛なんだよ。だからこれからこの地球で愛で生活できる時代に変わってきている。それだけなんだよね。環境を大切にする、人を大切にする、自分を大切にする、動物を大切にする、買う時何を買うかっていうのを、環境を考えて買う、このようなことを、これが今マスに変わっていくわけよ。だから特に日本の昭和の昔のやり方ね、こういうアイデアはどうでしょう、お前何やってんだよ、もっとこれやれ、お前努力が足りないんだよって、違うのよ。努力が足りないんじゃないんだよ。自分に対しての愛、他の対しての愛が足りないっていうことなんだよね。今時代にはシフトが起こって起きているので、ぜひですね、こういう感じで自分を大切にする。でね、最後ごめんね、一つだけこれをやって、僕このビデオの終わりなんだけど、これアドバンスレッスンなんだよね。アドバンスステップ、相手、周りの人はこのことを知らないわけよ。だから今これを知ってしまったんだよね。ある意味あなたは新しい時代のリーダーなんだよ。今時代として地球上にね、この5000年、7000年、地球にこんなに変化がなかったわけよ。こんなに情報が無料で手に入る時代ってなかったわけよ。Google、インターネットのおかげ、動画のおかげ、わかる？ 20 年前 YouTube なかったわけよ。Google なかった、Google あった。なかったわけよ。30年前。ね、今 Google トランスレーションでリアルにこのビデオをアラブ語で見てる人、英語で見てる人もリアルにいるわけよ。日本語で話してるんだけど。ね。だから、この相手を大切にするっていうことは、相手が知らないかもしれないから、そこは許してあげて、何ができるかっていうと、自分は自分の愛を優先して、光って言うとなんか変やな。愛を優しさ、大切、愛を優先して生きていく。大丈夫なんだよ。本当にこの生き方をやっていくと、大丈夫。大丈夫。で、売り上げ、キャリアも上がるし、人から好かれるし、いいことがボンボンボンって起こってくる。ね。だから、このいいことを待っててください。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. また来週お会いしましょう。Alright, I love you guys. じゃあね。